急にしつこくしたら嫌だって。うーん、何ちゃん、ラルフは遊びたいでしょ犬と猫の違い。見たことないんだよね、犬をね。ねえ、フェニー、フェニー嫌なの？ミヤ嫌なの？仲良くしてね。ラルフがガンガン言っちゃうからね。ラルちゃんの、ラルちゃんのよ、おしっこなれ、うん、してね。ね、フェニー大丈夫だよ。ラルフね、匂い嗅ぎたいけど嫌なことしないから。でも嫌なのかそれがねえ、あなたたち仲いいね。まだ時間かかるね。なるほど、しつこくしてたらお水飲みたかったんだよ。フェニックスがお水飲みたいんだってね。水かましてあげて。フェニーちゃん、はい、まだ初日はこんな感じです。しょうがないね、時間かかりそう。ミーヤが恐る恐る調べています。フェニーちゃん、どこにいるの？フェニー一緒にいたの。結構距離が縮まったじゃん。さっきフェニーちゃんがなかなか降りてこなかったから、ラルフがいるからだなと思って、ラルフを上に上げたら、フェニーが1階からまたドア開けてこっちに来てそこに座ってる。ここ気に入ったんだね、この場所。やっぱ階段の上だから、高いところから見えるからかな。ちょっとラルフとずっと横にいて結構大丈夫じゃん。ラルちゃん、ラルちゃん寒いよね、そこに行ったら。フェニーちゃん寒くないの？まあ、今日暖かいから大丈夫かな。あ、なんか結構ちょっと近い感じ。うん、あったよ。ラルフ来る？ラルフもそこ来る？そこにいる？寒いのかな、ラルフちゃん。フェニーちゃん、結構大丈夫じゃん。距離が縮まったじゃん。ねえ、よかった。うん。